はいどうもピヨキングです。皆さん僕がですね任天堂のキャラで好きなキャラは誰ですかって言われた時に僕はこう言うでしょう。カービィ。そうカービィが好きなんですよ。カービィめちゃくちゃ可愛くない？いや本当に最近ですね僕の家にあるカービィのコップが割れちゃったんですよ。いやそれがショックでまた買い直そうかなと思うぐらい可愛かったんですけど、まあ、そんなことどうでもいいかまあお前んちのコップとかどうでもいい。それじゃあ本題に入っていきます。今日はですねカービィのグルメレースっていう曲があるんですけど、そのねカービィの中の曲グルメレース、この曲オンリーでやっていきたいと思います。まあ、前回と前々回にグレンゲとメガロバニアの、まあ、比較コースって言ったら悪いですけど、まあ、そういうのを出したんですが、ちょっと僕も改めて思ったんですよ。比較って申し訳ないなっていうかなんか悪いなと思いまして、今日は比較とかそんなんじゃなくて純粋にですね、まあ、いろんなグルメレースのコースを遊んでいきたいと思います。まあ、これはハンジドって書いてたから、まあ、Y プラス右ね、まあ、僕はプロコンだから X タイプだけど、さてどんなコースかな。あ、非常に再現度高い。そしてやっぱちゃんと半自動になってる。すごいすごい曲。あ、やばこの曲。めっちゃカービィしたくなる。あーやばい、最後のとこめっちゃかっこいい。ごめんなさい、ちょっとマジで聞き入ってしまって、ちょっと途中からねうまく喋れてないところもあるかもしれませんが、非常にこのコース素晴らしかったです。いいですね。それじゃあ2つ目はこのコースすごいですよね。足跡とハートの数、まあ上からねどの人気順で探していってるから、まあすごいのは当然だとは思うんですけど、それじゃあ2つ目このコースやっていきましょう。アメリカのね方が作られたコースです。これもね半自動ランしてればいいだけだから、あ、さっきとまた全然テイストが違う。あ、でもこれめっちゃ好き。あ、いいねいいね。あ、いい。このコースもねめちゃくちゃ再現度高くて素晴らしいと思います。あ、ここめっちゃ好き。この単調な感じで途中から激しくなるみたいな。あら、あ、上ね上ね、オッケーオッケー。あ、やっぱりそうくるか。いや、めっちゃ素晴らしいこの曲。このサビっぽいところはね、サビって言ったらおかしいか、これでゴールかな。うん、ゴールっぽい。このコースもね、めっちゃ再現度高かったですね。もうカービィがやりたくなる。よし、それじゃあ3つ目はこのコース。これもホールドプラス Y か。違う、ホールド Y プラス右ね。オートマリオっていうか、まあ半自動っていうのが多いね。それじゃあここはどんなコースなんでしょう。今度は猫パンチを使った。あー、いいねいいねいいね。かわいい、めちゃくちゃかわいい。これリズミカルに猫パンチが来るのがめっちゃかわいい。そして、あ、全部に猫パンチがある感じだな。これちゃんとリズムに合ってるね。この猫パンチすごい。いいねいいねいいね。あ、まだある。オッケーオッケー。 あ、めっちゃいいこの音遣い。すごいすごい。え、なんか今までと違ってめっちゃすごくない？このコース。しかも長くない？え、めちゃくちゃいい。え、なんなのこのコース。しかも最後ハートになってるし、このコースはね最後の直線のね音遣いがめちゃくちゃ好きでした。よし、それじゃあ4つ目はこのコース。あれ、何あの国旗どこ？あの国旗どこだろう。全然わかんない。これもキープランって書いてるから、まあずっと右に押し続けていけばいいだけと思います。
いや、やっぱカービィの曲めっちゃ楽しいよね。まあ、聞いててこっちもテンションが上がるっていうか。あ、これも猫パンチか。あ、使ってない。猫パンチ最初だけだった。ところどころね、なんか音楽の感じっていうのかな、まあ音程じゃないか、音響を変えてきてる。あー、この音楽好き。このラッパっぽいの多分ね、途中から変わると思うんですよ。ほら、ちょっとフルートっぽくなったり。あ、これで終わり。あ、寂しいな。もうちょっとこのコース聞いてたかったな。はい、最後のコースはこのコース、星のカービィ激突グルメレース。激突グルメレースが確かね、スーパーファミコンのカービィデラックスで流行ったやつだと思うんですよね。マリオ足速いな、マリオ。っていうか、まあ、花ちゃんにもう走らされてる感が半端ない。そして次は花ちゃんが追いかけてきてる。捕まったな、マリオ。そしてね、まあこのコースっていうか、まあ、この音楽もめちゃくちゃいい。うん、ちゃんとね、再現性も高くて、まあ、リズムもしっかり合っていて、非常に素晴らしかったですね。はい、それじゃあ今日の星のカービィグルメレースコースはここで終わりたいと思います。僕なりにですけど、どれが一番っていうのはなく、全部非常に素晴らしいものでした。まあね、こういうコースが作れるだけ非常に素晴らしいと思うんですよね。まあ、投稿者の皆さんは非常にね、時間がかかってると思うし、丁寧にやっぱ作り込んでると思います。まあまずね、この星のカービィのグルメレースの曲っていうのはもう神曲、まあ、僕の中でも神曲だし、まあ、知らない皆さんもですね、聞いててテンションがなんとなく上がってくる曲、まあ、いい曲なんじゃないかなっていう感じはね、伝わってくると思うんですよ。もし機会があれば原曲もぜひ聴いてみてください。それじゃあ今日のマリオメーカー2はここで終わります。次の動画もまた見てください。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。